はい、えー、これも昨日からニュースになってますけど、えー、群馬県知事の、えっ、ー、と、山本一太さんという方がですね、えー、群馬県の魅力度ランキングが44位でね、えー、あの、<laughs> まあ、下がったということで、まあ、これで、まあ、これは、まあ、法的措置を、まあ、やりますみたいな感じで、その、まあ、んか、この、なんだろうね、魅力度ランキングについて、なんか <laughs>、まあ、あの、訴訟を起こすみたいなね、ことを言ってて、いやいや、それはちょっとどうなのみたいなね、えー、ことでね、これが今、話題になってますね。で、あの、いや、まあ、 まあ、なん,かなんでこんなさネタみたいなランキングにさまじ、あ、りすんなよみたいな話も、まあ、あったりとかあとさ、まあ、なんだろうこの。 まあなんか群馬とかね茨城とかなんかその栃木とかねまあその辺がなんかその大体ワーストをさまよってるわけじゃないですかこのね都道府県ランキングみたいな。いやあのそれをさなんかもっと逆にさなんかネタにした方が良くないってえ思いません思いませんなんかさ何んんだろういや大人げないっつうかさいや何マジになってんのみたいなちょっとなんだろうね冗談言ったらなんかマジキレしてくるおじさんみたいななんかい今なんか。 なんだろうね、空気読めねえなあっていう、いや、感じですかね。いや、で、そうね。てか、思うのはさ、この最下位とかだったらさ、あの、その、下、下の方とかだったら、まあ、まだ話題になるからいいけどさ、僕これさ、この都道府県ランキングさ、一番買いそうなのって、その、中間ぐらいが一番買いそうだと思うんですよね。てか、まあ、30何位とかが一番買いそうじゃないっても、その、良くも悪くも取り上げてもらえないみたいなさ、いや、なかさ、あの、悪いは悪いでさ、それで話題になるからさ、いい,いじゃんっていう、そう、あの、うち何もねえからな、みたいなさ、なんか、そういうのがあるだけまだいいじゃん、 なんもないっていうことすらないみたいなさ、そのなんかね、わかんないけど、なんか36位、7位とか、そっちの方が僕は変わりそうと思いますけど、そうは思いませんかでね、まあ、この、なんだろうマジレスしちゃってるね、ちょっとこの痛い感じのね、山,山本一太知事ね、ちょっと言いたいことがあるんですけど、群馬県のね、あのー、まあ、注目度もっと上げるためのね、秘策をね、僕が授けたいと思います。それが何かっていうと、群馬県の観光大使に、大川隆法を、 任命するのはどうでしょうかはい。ということでね。群馬県といえば、こんにゃく。こんにゃくといえば、 大川隆法ということでね、大川隆法に群馬県の特産品であるね、こんにゃくの PR をやってもらうっていうね、これはね、すごく名案だと思うんですけどね、大川隆法といえばね、なぜこんにゃくというとね、あのー、こんにゃくをね、えー、人肌に温めて、それで巻きつけて、それで一人でするといいよというのをね、当時中学1年生だったね、息子の僕にね、教えてくれたわけですよ。これがね、あの、いわゆるね、有名なこんにゃく事変というやつなんですけどね。そう、それがあの僕がね、中1の時に、えー、教わったね、あの 一人でやる方法というね、唯一、あの、このね、えー、二億円の訴訟をね、あの、実の父親に起こされている、この、私、広ロがですね、唯一、父のね、あの、父親らしい愛情を感じ取った事件というのがね、この、こんにゃく事件というものでございましてね。というのとね、やっぱり、こんにゃくを PR するのにね、大川流法以上のね、人材っていうのはいないと思うんですよ。だから、もう、こんにゃくで、ね、こんにゃくパークみたいなのありますよね。そう、そこの、こんにゃくパークに、大川流法を招待して、それで、えー、こんにゃくをね、あの、人肌に温めて、もう、天下なんかもう、ダメだと、天下なんかじゃ、 もう、こんにゃくがいいんだろこんにゃくがね、この生々しい感じとね、香りが、もう、天下なんか暗もにならない、この天然由来のね、感じが人肌を想起させるんだと、いうことをね、え、大川隆法にね、もう、大々的に PR をね、えー、してもらったらね、あの、群馬県のね、知名度が一気にグンと上がるんじゃないかと思うからね。だから、群馬県の観光大使に、えー、私の父親、大川隆法をね、ぜひ任命してみてください。あの、こんにゃく担当としてね、あの、こんにゃくを PR する担当として、え、大川隆法をね、マスコットキャラクターみたいな感じね、あの、群馬県の、えー、あの、 宣伝ね、広告よりね。 あの、反射だけど、反射だけど、え反射だけど、大川流法をね、起用してみるっていうのはね、いかがでしょうかね。あの、これきっと注目が集まると思うんで。そしたらね、これ、えー、今、魅力ランキングが今、44位か。それあの47、47あの、最下位がね、今、茨城県っていうことだからね、これも茨城県の中に負けないですよ。もうね、反射、反射の大川流法起用したら、もう一気に47位確定ですからね。そしたらもう、もう一気にニュースになると思うんで、えー、ぜひね、ちょっとこの、法的土なんてもね、そんなね、しょっぺいことやってないでね、大川流法を、えー、群馬県こんにゃく大使としてね、ぜひぜひ任命してみるっていうのはいかがでしょうか。ぜひご検討ください。 という話でございまして、はい、あの、父をね、うちの父をうまく使ってあげてください。よろしお願いします。